皆さんこんにちは、きびだんごのはるです。なほです。のぞみです、はい、ということで今日はきびだんごの広報の周りを担当してくれてるなほと、あといつも一緒に動画を撮ってくれてるのぞみをお迎えして3人でお送りしていきたいと思います。都内の紅葉が綺麗な公園に来てるんですけれども、今日はなんと一風変わったカメラを紹介したいと思います。カメラって普段使えます？一眼レフとフィルムカメラを持ってて、うんうん、あ、フィルムカメラも持ってるんだ、はい、はいはい。なんかナホ撮る？全然撮らなくて、iPhone で撮るのがやっとぐらいですね。そうだよね、うん、今日紹介するの実はインスタントカメラなんですよね。つべこべやず今日のね主役のカメラをお迎えしましょうということで、こちらが今日紹介するインスタントカメラです。その名もジョリールックオートっていうんですけれども、これの1個前の作品が、まあ、アメリカのクラウドファンディングのキックスターターでもすんごい支援を集めて、まあ、今回はちょっとバージョンアップした感じで、ウクライナ出身のヴィンテージ風なインスタントカメラなんですけど、どうですか？いや、めっちゃ可愛いですね。ね、めっちゃ可愛いよね、うん、木製と金属って感じかな、うん、こういう絵とか、ね、可愛い、結構可愛い感じの。じゃあね、早速私が教えてもらった使い方なんですけど、さっき飛び出てたじゃない前に、あのままだとちょっと持ち運びができないんで、ちゃんとここまですっぽり収まるんですよ、うん、こんな使います、ちゃんとこんな感じですっぽりと、かなりコンパクト、そうかなりコンパクトになるんですよね、うん、じゃあ開けてください。開けます、はい、ここですね。そうそう、ここにここ引っかかりがあるから、そうそう、はい、これで開きましたということで、外で撮るとか中で撮る、まあ、あと天気が晴れてる曇りとかいろいろとあるじゃないですか。まずそれの調節をしたいんですよね。最初にちょっとこれが調節できるように前に出してもらっていいですか？それか、おー、そう、ここにさ歯車みたいになるのも見える？ここです、これです。でここに数字がね小さく書いてあるんですけど、これがなんか F 値っていうカメラの絞り、天気がいい日は小さく光を絞って、その暗い屋内で撮るときとかはそこの穴をこう広げてたくさん光が入るようにって調節する必要があるんだけど、それがこうくるっと反転してもらっていいですか？これね、うん、そう、ここにね書いてあるんですよ、はい、この反対側にあるのがその数字の目安になります。はいはい、ちょっと調節してもらっていい？ここ、はい、うん、32になったと。 OKOK、ね、じゃあだいたい今の天気に合った明かりになったんですね、はい、でここで次はまあ、カメラ撮るときに合わせるものといえばピントですね。ピントがなんとここにね微妙に数字書いてあるんですけど、見えます？ここにほら 0.4 メートルとか、まあ、メートルとフィート両方で書いてあるんですけど、これが前に出てきたり入ったりでピント調節、距離との調節をするっていう感じになります。であとはフラッシュなんだけれども、ここにちょっとこういうねネジがあるんですよ。今これで電源がオンになったんですね。ここが今ここが光ってるの分かります？ここね、これが緑で上等だとフラッシュなしで、赤で上等してるとフラッシュ焚いて撮れるようになってます、はい、ただ今フラッシュいらないので緑の上等っていう感じで、はい、あとね最後にこれをね必ずこのファインダーを上げてもらって、ファインダーを通して映るのがカメラに映る範囲になります、はい、あとはあのまあフィルムをまあ入れてもらって撮るだけになります。今からフィルムの交換を行います。ジョリールックオートはフィルムがインスタックスのミニなんですけど、まあ、ここ開けてもらって、でも一旦閉じたら絶対開けちゃいけないので、で入れました、はい、インスタックスミニが書いてある方を手前にして入れました、閉じましたと。で必ず外側にハードカバーがついてるので、1回目は取らないで出てくるまで回します。お、出てきました。これ必ず1枚目こんな感じで取り除いてください。はい、 OK ですね。まあ、ってことで使い方はだいたい分かったかな、はい、ってことで今からね紅葉の方撮っていきたいと思います。はい、チーズ。めっちゃブレてそうだったけど大丈夫今
ちょっとブレないようにするのが難しいですね。出てきたね。こんなもんですか？うん。はい。じゃあ、あとこれも日に当てないようにしながら、はい、どんどん取っとこう。したら、ここをくるくるって回してもらって、そうで、ちょっと待ちます。2メートル以上近づくときはこれ 1.5 に合わせてもらっていい？ 1.5 に合わせてもらって、はい、で、1.5 メートルぐらいに大体距離近づくと、はい、カチッって言ったじゃん、うん、これで取れてるのね、うん、そしたらまた向こうに回してもらって、うん、お、出てきた、うん、はい、そしたら火に当てないように、うん、持っといてもらえば OK かな、はい、そんなわけでジョリールックオート、うん、使ってみてどうでした？見た目がすごく可愛いので撮ること自体も楽しいですし、こう何どう出てくるかなってこうやってワクワクしながら撮影することができました、うんうん、私普段全然写真撮らないので使い方とかちょっと難しいかなって思ったんですけど、うんうん、あのコツを押さえさえすればすごく簡単に楽しく撮れるので、うん、はい、いいかなと思いました、うん、結構いろんな人に声をかけられてね、うんうん、ご年配の方が意外と多かったけど、うん、でも私はひしひしと感じてましたよ、同世代からの羨望の眼差しをやっぱ見た目可愛いからさ、なんだろうあれみたいな感じで、結構ねチロチロ見てる人もいたなっていう感じですけど、この秋の風景と相まってね、めちゃくちゃいい写真も撮れたかなって思います。ただちょっとやっぱ手ぶれしちゃうところが難しいね、チェキと一緒だけど。なんでなんかしっかりと撮りたい時はちょっとこう三脚とか持ってって撮ってやったのかなっていう感じですね。こう写真でスマホでさ、いい写真パシャってさ、うん、iPhone とかでね撮ろうと思えばいくらでも撮れちゃうから、撮れるか撮れないかなぐらいのこの境界線がねいいかなっていう。面白かったですね、ワクワクでした、うん、一枚一枚。逆にいいの撮れた時超感動だったよね、うんうんうん、ということで、このジョリウックオートのレビュー動画良かったよ、参考になったよっていう方、ぜひいいねマークの方お願いします。あとこれからもどんどんレビュー動画出していくので、チャンネル登録の方も引き続きよろしくお願いします。ということで今日はのぞみなほありがとうございました。ということでまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。